ヤナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはソードクロニクル、こちらの方から仮面ライダー伝王2、そちらの中からこちらのウィングフォームですね、完成したものを見ていただきたいと思ってます。さあ、まずずっと足の方から見ていただきますけど、まずはそうですね、これも一応中に入ってたので見ていただきましょう。顔だけプラットフォームの、ウィングフォームでございます。こういうのも結構珍しいと思いますけどもね、たまにはこういう感じのもどうかと思って今撮らせていただきました。こんな感じですね。このサイドのねシールを貼るのはちょっと難しかったですけどね、シワを作ることなく一応できることができました。さあ、そして降臨という感じのこのポーズから始まりました、ウィングホームでございますね、やっぱりこのポーズ、ここにも入ってますけど、こんな感じのポーズで決まってみました。顔の方のシールなんですけどね、やっぱしあのサイドの黄色のラインの部分がちょっと貼るのも難しかったですけど、ゆっくり丁寧にやれば上手にできる感じになります。続きましてクロスアーマーセットに入っている箱のポーズを取らせてみました。両方、左手でアックスの武器を持って、右手でブーメランの武器を持っている感じですね、こんな感じに仕上がっています。本物に近い感じではないかもしれませんが、一応私がやるとこんな感じになりますね。アップで撮ってみました。これは私が今とっさに考えついたポーズですけど、統制両手に持ってるんですから、まあ、両方とも攻撃できるような感じの姿勢のポーズを取らせてみました。こんな感じのポーズも可能でございますね。最後に、せっかくウィングフォームですからね、宙に浮いたようなポーズを取らせてみましょう。こんな感じのポーズでどうでしょうね。皆さん宙に浮いてるというのも、まあ、両足キックみたいな感じにもなりますけども、これが一応宙に浮いたイメージで今ポーズを取らせてみました。今回は以上でございます。